光ることまで過ぎて見せて
しい中お集まりいただきありがとうございます。また自己紹介します。リーダーボーカル田中玲奈です。お願いします。はい、同じくボーカル岡田真里奈です。よろしくお願いします。はい、ギターの上田美幸です。よろしくお願いします。はい、深淵の闇より来たりし大いなる世界からやってまいりました闇の住人宮沢まりです。よし。はい、今日はそこでね3回公演やらせていただきましたけども、はい、まあ風はありますがいい天気だね。でも一番3回目の気候が良くないですか。ちょっと寒くない。でもこっちは暴れよけにいいかもしれんけど、多分ずっと座って待ってからまとってくれとったけどさ、寒いよね。じゃ今から盛り上げて熱くしましょうよ。そうよ。でレナチさ3回公演ありまして空き時間がね、はい、ちょっとずつあるっちゃけど、さっき空き時間でねレナチ歌詞考えたっちゃうね。次のシーンですね、ライブで披露できるように。あーでも OK が出るかまだ分からんけん、ね、あんまり好きだって言えんちゃけど言ったもん勝ちっていうあれもありますよ。あ、披露します。4人って初めてじゃない。てかレイナが参加したことがまず初めて。そうですね。いつも3人が曲の話をときあっなんか行きよったっけやれないな。今回ねちゃんと参加して、うん、楽しかった。なんか想像するの妄想しながら、なんか田中さんから考えようよとかって休み時間に言ってくれたりして、うん、なんかこんなの初めてだからすごい嬉しかったです。なんかだってさこの空き時間超もったいない。なんかねレイナ空き時間っていうのが人生で一番もったいないと思うわけよ、うん、仕事の空き時間なんかぼーっとしとくとさ、その1時間1時間半がさ無駄に流れていくわけやから、はいはい、いつもなんか食べるかなんかするしかないやん。食べるか、なんかもう食べるの飽きたなと思って何かできんかなって思った時に、やっぱりこう新曲を増やしていくにあたってギター2人が曲を作ってくれたわけよ。それにまだ歌詞が入ってないって言って、最初はじゃあおかまり2人で作ろうって、最初はもう全部おかまりが作るってなったちけど、なんか頭抱えとったけん、じゃあ残りの曲を一緒に考えようよって言ってやり始めて、でもギター2人の方が何なんかこう分かるけんコードとかが、うんうん、そういうので一緒にねやってもらって4人で、はい、あーだこうだ言って完成したよね。今さっきの空き時間で、ね、今さっきの完成しました。イエーイ。披露できるといいですね。25日からねライブ始まりますから、はい、4月の頑張りますね。あの披露できるようにちゃんと言いますから皆さん楽しみにしておいてください。今日はね、たくさん集まってくれたということで、ラベナーのことを初めて見る方も、いつも来てくれてる方にも盛り上がってもらいたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。あ、日が出てきた。じゃあ、この調子で次も行きますよ。ストーンズ。Let's go inside. Oh, hey, my love.
Go!
7月1日にメジャーデビューすることが決定しました。ありがとうございます。今回両 A 面シングルなんですけど、いいんじゃないと普通の私頑張れの2曲になってまして、続いてお届けする曲は普通の私頑張れをお届けしたいと思います。みんなに真似してほしいところがありまして、はい、サビのところなんですけども、みんな右手を上げてもらっていいですか。で、自分の右側に振ってください。で、こちら側の方はおかまりを見てやってください。おかまりと同じ方向で、なんでなんではいはいはい、こちらの方たちはレナと同じ方向にしてください。それじゃあいきますよ。はい、みんな準備、せーの。けどそういうけどほとんどみんなが普通の普通なのに、バッチリです。じゃあもう一つあるんですけど、おー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 のとこまた右手上げてください。これを上下に振ります。おー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 わーお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 ー、こっち完璧ですね、皆さん。じゃあ早速、早速早速だけ早速、はい、行っちゃってもいいですか。それでは聞いてください。普通の私頑張れ。おーいさい、はい、成長してりゃここまで正義と苦労ひねくれちゃうかも。やっぱり結局は何か整理してすることあんのにサボって、隣に住んでる二人正気を手が見せな、それでも食べないのか、そういうのがいいのか。 Yeah.
7月1日のリリースを引っ提げて全国ツアーがあります。はい、ありがとうございます。ですね、9月5日には神戸のスロープというライブハウスでやります。今回、さっきもね、MC で言ったんですけど、新曲メンバーみんなで作ったりとか、今までやってなかったこともいっぱい始めてるので、ぜひぜひね、これまでずっと応援してきてくれた方も、今回からだよという方も楽しめるライブにしたいと思います。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは、続いての曲が最後になります。みんな止まってくれたもん。ほらバラバラなった。ということで、続いての曲が最後になりますけども、次はいいんじゃないをお届けしたいと思います。こっちはですね、ちょっとなんか普通の私頑張るよりも真似してほしいところもあるけど、結構難しいけん、これはちゃんと説明しますね。みんなおかまりを見て、おかまりが言うところ、おかまりがすることをコピーしてやってください。はい、それでいきます。せーの。ちょっとちょっと、そんなことよりも、OK! とりあえず一緒に踊りましょう。順番もルールも登らなくていい、単純なのが大歓迎。ちょっとちょっと、まずはケーキ漬けに、OK! 美味しいものでも食べましょう。そこの君、顔が引きつったの、大体真面目すぎるんじゃないの、たまにはそう大きくしすぎていいんじゃない、楽しけりゃいいんじゃない、いいんじゃない、楽しめばいいんじゃない、てててててててじゃーんです。皆さんできそうですか？やばい。パラ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 大丈夫よね。みんなの勢いに任せよ。本番に強いタイプです。そうよ。大丈夫、そっちは聞いてください。いいんじゃない。よくない。
い。4月1日にメジャーデビューします。ラベンダーよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ラベンダーのインドアライブでした。ありがとうございました。この後は握手会になります。参加券をお持ちのお客様はどうぞそのままお待ちください。係員が、順番にご案内をさせていただきます。いいじゃん。はい、そして、観覧席に出られる皆様、降りられる際必ず両足の階段ご利用ください。降りられる際必ず